巨人7、5中日、26日、東京ドーム。悪夢の8回だった。3点リードの展開で、セットアッパー岩崎翔がマウンドへ。だが、右腕はポランコにストレートの支給。ここで落合コーチがマウンドに行き、ベンチ裏へ。そのまま、アクシデントで緊急降板となった。ここから田島が1死も奪えず中田の敵地2塁打で1失点。さらに無視2、3塁の場面で登板した福が中島、若林に打たれ、逆転を許した。山本もウォーカーに敵地打を浴び、この回だけで一挙5失点。立浪監督にとっては初勝利ならず、痛い連敗となった。